はい、今日は少し、言葉の意味、語彙の部分についてお話ししたいと思います。国語学的には、言語学的には、ある言語から別の言語体系と取り入れられて日常的に使われるようになった外国語などは借用語など言われるんですが、借りて用いるっていう漢字を当てます。借用語ですね。漢字、漢文、要するに当時の中国語であったそれらを取り入れるにあたり、やはりその、上代、奈良時代とかそういった時代を中心とした作品で言えば万葉集とかの時代に、その借用語が、増えていき、中古、平安時代を中心とした時代にその借用語は一層進んでいって、漢文の、中だけではなく和文の中にもそういったものが取り入れられていくようなことになっていく、あるいは左辺動詞なんていうのが漢語プラス漢字プラス数っていう形で使われるようになったりもしていきます。これやはり漢文訓読、漢文を学び読んでいくにあたっての中で起きたことでもないかなと思っています。日本語との融合というのがどんどん進んでいって、その中で、小学校なんかで習う重箱読みとか湯筒読みとか、そういったものも、そういった漢字で書いた熟語の読み方ですよね。そういったものも出てくると思います。で、現代においても、その語彙、言葉ですね、和語、要するに元々の日本語だ、日本語と、日本語の語彙と、その漢語、中国からその借用した語彙がどのぐらいの割合であるかっていうと、1956年の国立国語研究所の、雑誌の語彙の研究によると、その異なり語数、同じ語が複数回出現しても1って数える時の異なり語数だと、和語が 36.7%、 漢語が 47.5%、 外来語が 9.8%、 今週語が 6.0% なんて形であります。これが、延べ語数を見たら、和語が 53.9%、 漢語が 41.3%、 外来語が 2.9%、 今週語が 1.9% という形で、繰り返し使われる語には和語が多いという結果が出てます。40年経って1994年になって外来語が増えるんですね。異なり語数で和語が 25.7%、 漢語が 34.2%、外来語が 33.8%、 今週語が 6.4% ということで、外来語、漢語に迫ってるなと思うんですが、延べ語数にした時には、和語が 35.7%、 漢語が 49.9%、 外来語が 12.3%、 今週語が 2.1%、やはり繰り返し使われるという点では、漢語、和語が外来語に勝っている、そんなにその40年前の結果と変わらないという、結果が出ています。辞書なんか見ても、その2000年代入ってから出た、2000年の初頭に出た辞書を見ても、一般語 13,181、 これ新鮮国語辞典というところから見てるんですけれども、一般語 73,181 語のうち、和語が 24,708 語、 33.8% に対し、漢語は 35,928、 35,928 語、 49.1%、 外来語が 6,415 語で 8.8%、 今週語が 6,135 で 8.4% ってなっていて、驚くのは、これ中学生なんかと一緒にこの数字見た時にも、どれだけ漢語が多いかということなんですよね。要するに日本語でもっともっとあった言葉っていうものも、多くても、そのやはり中国語からもらった概念とかものとかが漢語と一緒に、漢字と一緒に入ってきたというのが多いのかなっていうのが、すごく驚きの結果になっています。その中で、
要するに新しい言葉を学ぶといっても、まあ、今の外国語も、まあ、外来語も一緒だと思うんですけれども、そのものとか概念とか何かそのシステムとかそういったものと一緒に入ってきた、技術とかと一緒に入ってきたというのが、正解なのかなと思います。でこの今語彙のパーセンテージなんかをお話ししたんですが、述べ語数で見た時に和語が圧倒的多いっていうのは、やはりこれはテニオ派、要するに付属語の部分とかも数えているわけで、ここがやはり日本語の特徴、最大の特徴の一つであり、この部分の解消はまた違う形でされるようになっていくわけです。いくら漢語をたくさん取り入れたといっても、日本語の、特徴の一番であるその助動詞の部分ですよね、テニオ派の部分、ここを解消する話についてはまた次回お話ししたいと思います。では。